はい、うなばんです。夏も続き遊んでいきましょう。本日は29日目ですね。さて、純子さんは戻ってきてるな。本日は日曜日。また公園で町民楽団の演奏会があるそうよ。なんだかワクワクしてきちゃった。休日マジックってやつだな。どういうことですか？マジックだからワクワクする。けどマジックだから終わると虚しい。それが休日マジック。確かに虚しいこともあるけど、そのマジックの力は偉大です。とにかく楽しく幸せに考える人ほど幸せになれると思います。確かに。じゃあご飯を食べましょう。今朝はみんな大好き肉じゃが&卵焼き。ではいただきます。あと1回か。ただ花火屋にちょっと話せるかな。昨日見たよっていうこと。いや、スーパーの商品はいつ見ても美味しそうだ。何より、おい、昔見てくれって言ってたはずなんだけどな。もう忘れてるな。まあけれども最後にちょっと冒険メモ見ましょう。魚料理をホタルイカ。カフェの演奏会1個取れてないんだな。で、図鑑、これは全然無理だな。あともう24集めないといけないんで。あと魚1種類、天狗、魚2か。で、昆虫21、座敷わらし7、珍しい昆虫は、あと5、6匹ぐらいかな。いやー、あと1種類の魚。あと2種類の珍しい魚。何なんでしょうね、ほんとね。でもそのためにあれだな。鳥居島の方に行くっていうケースか。あとは、なんか裏浜のなんか右側もなんか珍しい魚がとかって言ってたんで、占いの方で。まあ、近い裏浜の方行くか。じゃあこっちへ釣ってみましょう。珍しい魚が釣れればいいですけどね。珍しい魚というか、あと一種類コンプリートしたいんだけどな。いやー、最終日30日は多分ホタルイカで忙しいから、ちょっともう5時過ぎたとしてもあれっすね、トコトコは来ないんで、まあ海辺だとそんな気がするんで、ちょっと鳥居島の方に来て、ちょっと今釣りしてるんですけど、なんかあと一種類どこにいるんだよ、ほんと。まずいな。ちょっと1時間ぐらいこれ釣りやってんですけど、全然釣れなくて。いや、どこよ、ほんとこれ。ちょっと鳥居島で行ったりとか、裏浜の方に行ったりとか、やってるんですけど、なんか至って普通な魚しか釣れなくて、あと一種類釣れない。それが気になるし、珍しい魚二種類釣れてないんで、それも気になるし。やっぱこっちなのかな？こっちであんまし釣りしてないんですよね。ちょっとまた行きすぎると、下手すると、とことこに見つかるかもしれないんで、なんか見つかるライン、なんか線引いててくれたらいいんですけどね。この線踏むととことこ来ますよ、みたいな。そんなライン欲しいな。やっぱなんか方々がちょっと怪しいんだよな、これ。なんでこの魚だけ、この2アクションあるのかっていうのが、19種類釣った中で、多分一種類だけだと思うんですよね。この釣り上げるとき、こう、さっと釣り上げるときと、ぐいぐい引っ張って釣り上げるっていうリアクションが、方々だけその二種類あるんですよね。それ以外の魚については、片方しかないんですよね。方々？そうで言うと、なんか、ほぼ。
絵日記？なんだ？はーはー、なんかあったっけ。これはサーカス曲演奏したよ。はいはいはい。大きな方々を釣り上げた。なんかもうちょっとなんかリアクション欲しかったな。普通に何にも声上げなかったから大きな方々を釣り上げた。やっぱ方々だったか。いや、方々は良しとして、もうほんと1時間半ぐらいこれ釣りしてるんですけどちょっともうなんか諦めようかなっていう気持ちにもなってきたな。なんか賭けが失敗してて、ちょっと2時間やっても3時間やっても釣れませんでしただったら、いやー、けど頑張るか。あと30分は頑張ろう。最高。ん？タチウオ最高。90センチ。まさかの？左上に絵日記は出てこないか。なんか、例えば魚図鑑で表示されることでも、あ、これなんだこれ、この真ん中のやつ何これいや、それじゃない、この図鑑の上から4番目の、これ何これ、なんか頭とんがってるやつ、これだろう見たことないぞこの魚。川魚は4つっていうことですよね。右4種類。アユ、ニジマス、下のイワナ、サクラマス。これが川魚で、こっちには川魚はいないよな。マアジマサバ、クロダイ、カサゴ、ホウボウ、タチウオ、イシガレイ、クチボソカレイ、チロギスブリ、マアジ。マアジじゃない、スズキ。さすがにこんなど真ん中に、川の魚は入れないはず。ちょっと もう一回なんか見つけてしまったから、ちょっとテンション上がっちゃったなどんな魚だこれ、長細い、魚影的に長細い、まあ長細いかでかいかっすね。まあそれメインにスロちょうど3時間経ったんですけれども、まだ釣れないもうこの裏浜のこの右側でも釣れなかったらもう諦めます。もうわからない奇跡的にまあ明日釣れるかもしれないですからね、まあ、今日運悪く釣れなかったっていう可能性もありますから。もうあとはタコしかいないからもう諦めるか。いや、まあもう一回こっちやるかもう餌がないんだよな。釣りたかったけどダメだったか。諦めも肝心ですからね。多分違うところで釣れる魚だったんだと思うしかないな。で、この後またあれですかね。あの、ホタルイカ釣りが始まりますから。いやー、今回ずーっと釣りだな、多分。よし、もう釣れなくなったんで、終了しましょう。ダメだ、ダメだ。ふぅ、やっと見つけたぜ。何時間後ろで見てたのよ。気分はどんな感じ？何があったのか。あとでこっそり教えてね。あと一匹わかりません。じゃあご飯を食べましょう。今夜は名物の白エビかき揚げ。卵とじをつけました。では皆さん、いただきます。ごちそうさまでした。よし、今夜の公演はいつも以上に気合を入れて頑張るぞ。どうした？へへ、
理由はまだ秘密にしておこうかな。もう何を企んでんだ？ん？どうした？合ってんな。お、豚？豚がサーカスに行くの？やばそうだ。ん？あれ？あれ？ねえ、豚さん。君、神社の裏から逃げてきたの？そうなの。え、待って！え、どういうこと？どういうこと？え？なんで？空中ブランコはなんかロックされたんだけど、どういうこと？何が起きるんだ、これで。お、どうした？豚さん、あんなお、ん、戻ってきた。まさか豚もおだてりゃ木に登る。ついに戻ってきたぞ、パパさんママさんが。え、この状態からスタートすんの？さあさあ、お立ち会い、寄っておいで、見ておいで。今宵お目にかけますは夢かうずつかイリュージョン、その名は幻サーカス団。今宵のおすすめ空中ブランコ。おいおい、何やってる坊ちゃん。そこに登っちゃダメだって。え、なんで急にやり始めたの？なんで体格が違う。で、そもそもの豚さん関係あるの？サーカス団、楽しんでいただけましたでしょうか。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。素晴らしい幻サーカス団、今宵も夜霧の露となり輝きながら消えてゆく。さようなら。あ、豚さん帰っていった。豚さんもサーカス見たかったっていうことだね。おー、みんな揃った。いつ帰ってきたの？たった今よ。待たせてすまなかったな。ねえ、もしかすると僕の空中ブランコを見た？見た。あれは門前の小僧習わぬ経を読むってやつだな。うん、でも本人の意思に任せてるから教えてないし、まだやらないと思ってた。なんでうちは教えてくれないの？こっちからは無理に教えないの。教えるときは1時間で1万円。まあ、親としては我が子がサーカスやるのは嬉しいけど。けど？うちのサーカス団を継がせるのは不安だな。大丈夫、それは僕も不安だから。でももしあなたが心の底からサーカスをやりたいと思ったなら、ちゃんと言ってね。その時は教えるから。うん、わかった。ねえ、教えてくれるときはやっぱりお金を取るの？どうしよっかな。今14万あるからな。14時間。ねえ、教えてくれるときはやっぱあ、そういえば、お、ラッパ山に登った夜、私がどこに行ってたか知りたい秘密。わからないことがあった方が人生楽しいんだよ。もし私が月まで行ったって言っても、こんなことありえないって言い切れないでしょ？サトル君は見てないから。え、そんな話あるかよ。あとはあれだな。ちょっとホタルイカ釣りに行こう。よし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 。もう諦めろ。ワクワク。よし、寝ましょう。あと4匹だよな。空中ブランコ、今日のスペシャルゲストは誰？
パパさんママさんも会ってきたよと。楽団員のなんか話がありましたと。そしては30日目行きましょう。はい、では最終日かな。30日目です。あ、メンバー変わってる。というわけで朝ごはん、朝ごはん。今朝はトビウオの開きと厚揚げのおろし煮だそうです。とっても美味しそう。ではいただきます。じゅんこさん、うわすごい、パパさんの食い方すごい。ごちそうさまでした。今朝は早く起きたんだろう。ラジオ体操に間に合うぞ。隣の神社に向かってレッツゴー。え、俺も遅れないようにしなくちゃ。なんで今頃言うの。ラジオ体操に行った行った。どうした。最後の最後にそうやって言うか。ああ、じゃあ、あ、いる、パパさんママさんもいる。これ最終日かな。さて、はじめに博物館に物持っていきましょう。おや？館長！これは、我が博物館。やったー！ 50センチ以上の方々。ああ、50センチ以上だったらっていうことか。ぜひ。僕は、2000円。最後の最後でステッカー1個増えた。というところで、まあ、最終的に、魚が1個足りず、昆虫を3つか足りなかったっていう感じかな。じゃあ、あとは、なんか占いであったかな。明日場荘の2階、花火工場、あとよもぎ駅。なんかイベントあるっぽいですけど、ちょっとまずやっぱり、あれだな、ホタルイカ釣ろう。あ、いる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 。もう、取ろう。これで、あと、一匹。あと、一匹。どれだ、どれだ。ホタルイカ。あ、あと、2らしいっすね。残念ながら。お？あと、1。すぐ回復し、おお、ちょ、すぐ回復してくれないかな。いやー、頼みてくれ。ほんと一匹でいいから。多分あれなんですよね。31日、その明日は、多分朝一で帰るみたいなこと言ってたような気がするから、まあ最後の最後だけ適当に挨拶回りして終わろうかなっていう感じなんですけどね。もういない？よっ。あ？どうした？明日で夏休みも終わりか。嫌になっちゃうよね。え、そういう話なの？いや、僕いなくなるんだけど。あなたたちちゃんと宿題やった？それだけは聞かないでくれ。頭が痛くなっちゃう。いや、僕いなくなるんですけど。あなたたちちゃんと宿題。もうそんな話してくれないんだな。やっぱり冷たいな、ほんと。明日でもういなくなるんだよね。寂しくなるわね。そんな一言も言ってくれないのか、あいつらは。もう1時じゃん。ちょっと花火屋と話すか。
いや、いい花火にさせてくれたみたいな感謝な話があるのかな。今年は花火も夏の暑さもとにかくいっぱい満喫したぜ。少年、花火の名前をつけた時どんな気持ちだった？嬉しかった、悲しかった。悲しいわけないよね。ありがとう。あと綺麗な花火をたくさん見せてくれてありがとう。うん、そう言ってもらえると嬉しいね。こちらこそありがとうよ。うん、じゃああとはよもぎ駅と出したばそうのお昼。ああ、また怪しい怪しい。それは大変だ。まだまだ暑い日が続くから気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。あれ、どうしたんだろう。大丈夫ですか。大丈夫だけど。大丈夫じゃないみたい。あ、どうしよう。誰か、どなたか、誰でもいいから手を貸してくれる人はいませんか。病院どこ。そこを曲がって右へ行って左へ行ってぐるっと回って、にゃんこの目。最近ずっとあんたを見ててそろそろかと思ってたら本当にそうだった。誰か呼んでくるよ、救急車は。誰か呼んでくるよ。誰か呼んでくるよ。ダメだ、間に合わない。間に合わない。そこだ、一緒に運ぶから駅員さん手伝って。3秒待って、落ち着くから指差し確認、前方よし、了解。よし、やるぞ。こうして丘の上から見下ろすと、いろんな命が宝石のように輝いてる。今私の目の前に無駄なものなんて一つも。僕はなぜかこの時、あの夜の純子ちゃんの言葉を思い出していた。大人たちが駅前ママを産婦人科へ連れて行くと、すぐに赤ちゃんのお父さんが到着して、そして産声が聞こえた。早いね。俺長年この仕事やってるけど。けど？ここまでしっかり人の役に立ったのは初めてのことかもしれない。駅員さんはいいよな、毎日人の役に立ってるし。そうでしょうか。私は社会の中ではただの歯車です。歯車でいいじゃないですか。歯車上等。列車も歯車がなかったら動かないでしょう。あなたは一番大切な歯車だ。この地球を回しているのは間違いなくあなただ。ありがとう。ところでさっきの長年やってる仕事って何ですか。憧れたのは名探偵。え？名探偵だ。ちょっと最後の方はちょっといらないな。で、あとは、出したばそうの2階。よし、戻ってきたぞ。お、どうした？ねえ、サトル。夏休みの宿題はどうだった？絵日記ならたくさんやったよ。えらい。じゃあ、自由の研究としてしっかり自由を満喫した？うん。そういえば、サトル、夏休みの宿題はどうなった？絵日記ならたくさんやったよ。絵日記か。例えば、算数とか理科は？とりあえず算数はバッチリ。僕、どんなに桁が多いお金でも計算できるようになったよ。目の前で話していたけど、話聞いてくれてなかったな。あのお姉さんだよな。あ、いた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 。私も明日ここから帰るんだけど、ガイドブックの取材全然進まなかったんだ。がっかり。そうなんだ。じゃあ僕が作った絵日記やいろんな記録をそのままこの町のガイドブックにしちゃいなよ。え？本当にいいの？表紙も変わっちゃうよ。うん、いいよ。ありがとう。じゃあ絵日記などなどをそのまんまガイドブックにしてみようかな。そのまんまなんだ、本当に。あとホタリカ、ホタリカだな。よし。またあそこに戻るか。いやー、かなり悔しいですけどね。朝のあれか、ダイブして、
掘ったのがダメだったか、もう一個一個念入りにもう浮きで釣った方が良かったのかもしれないな。もう諦めよう。お世話になった純子さんとこ行って終わりにしようか。まあ取ったとしてもあれっすからね。まあ純子さんいないっすからね、晩ご飯の時。未来が前途洋々な純子姉ちゃん。はい、こんにちは。それにしても前途洋々って言葉、夢があっていいなぁ。ペンネーム純をやめて前途洋々にしようかな。まあ、さようなら的な話ないのかなぁ。あ、まさかの。まあ、これでよしとしよう。うん。数値表を見ても、ここでいいでしょう。私は 11% だけのんびりしたんで。なんかお別れ的な話がないなぁ。明日あるのかな？ということでもう一回だけ。ちょっと暗くなってきたし。いや、ほんとなんか魚屋ないかな、魚屋。魚屋開きたい。ダメだな。やっぱ一番初めはダイブで取ったのがダメだったか。1、2匹多分逃げたと思うんですよね。京子さんたちとちょっと会話して終わるかな。いやー、ホタルイカこんなに頑張ったんだけどな。ほんと悔しい。一匹少なくても作れるでしょう。ダメっすか？パパさんと姫様が帰ってきて本当に良かったわね。うん。でも思ったんだ、ご飯食べるところもう少しテーブルが広い方がいいかな。どうして？京子さんや純子ちゃんと一緒にご飯を食べられなくなったから。うん、まあ、そうだね。確かにそうだね。私もちょっとだけ寂しいな。おかずになる魚を釣ってきたよ。どれどれ。一匹足りないんだ。それ以外全部終わってるんだけどな。まあ最後はあれかな。ふう、やっと見つけたぜ。京子さんに見つかって終わる予定だったんだけど、お前か。何があったのか後でこっそり教えてね。お前には見つかりたくなかった。いやー、悔しいけども仕方ない。今夜はサーカスの最終公演。さてさて皆さん、気合を入れていきましょう。終わり良ければ全てよし。おお。サトル、明日で夏休みは終わりだけどどうだった？終わり良ければ全てよーし。おお。というわけで晩御飯晩御飯、今宵は京子さん特製のカレーライスとトマトサラダ。では皆さん、いただきます。ごちそうさまでした。うん、純子さん、あ、前途洋々の話ね。あ、で、あとは占いでお風呂か。じゃあ、あれだな。サーカス見てからお風呂入って終わりかな。いやー、ほんと寂しくなりますね。悩むなぁ。あれ？幻サーカスさん、姫様、パパさんもいるんだ。パパさん、姫様、全部入れちゃおうと、座長が、王ちゃんが出られないんだよ。けどパパさん姫様が見れるのって一番最終日だけ多いから、まあ、座長はちょっと申し訳ないけど欠席ということで。さあさあお立ち会い、寄っておいで見ておいで。今宵お目にかけますは夢かうつつか夫婦愛。パパさん、姫様、お帰りなさい。ああ、そういうメッセージになるんだ。まずはジャグリングから始まり始まり。
ここで失敗したら面白いけどな。体格が違う2人のシーソー、さあうまく動くのか。シーソーも座長だったんですけどね。姫様すげえな、かっこいいな。目は口ほどに物を見る、イリュージョンの開幕です。まあ、イリュージョンはいつも通りなやつですね。姫様思った以上にスペシャリストだな。今宵の幻サーカス団、楽しんでいただけましたでしょうか。あー、大満足っていうのはないんだな。素晴らしい幻サーカス団、今宵も夜霧の露となり輝きながら消えていく。やっぱりあの左奥が空いてるのが気になるな。700円、これでも700円。よし、じゃあもう終了なのかな。多分占いとかももうないでしょう。やっぱないな。明日の朝で終了か。とりあえずあれっすね、いろんな人とは話してみたんですけど、これ最後の最後で知ったんですけど、なんか会話できてない人がこうやって表示されるんですね。まあちょっとこっちは遠いんで、ちょっと今日は話に似てないですけど。でも、結構な人と会話、多分初めてぐらいの数の人と会話したんですけど、あのカフェのマスターだけが寂しかったって、まあ寂しそうな顔してたっていう、それ以外の人誰も触れないっていう、ちょっと、なんか、そこだけちょっと悲しいな。寂しいので最後にお風呂に入って寝よう。俺たちは片付けがあるからまだしばらくいるけど、サトルは明日で終わりか。もうついにこのお風呂ともおさらばだな。うん、ちょっとは成長したか。どこが。あれ、いや違う違う、なんか裸だと変な質問に聞こえるな。どこが。ぼぼぼ。まあ、2回しか入れてないですけどね。うん。じゃあ、もう寝るか。最後はベッドで寝よう。ワクワク。あ、花火屋さんと別れしたよと。で、お子さんが生まれたよと。で、ガイドブック、これがガイドブックになるらしい。うん。送って成長しているのかな？これはあれかな？お風呂入ったからかな？夜の列車は綺麗だな。最後会話したからこういうメッセージが増えたのかな？というところでもラストですね。はい、最終日です。もうこのまま
エンディング迎えるのかな。サトル、よく眠れた？今日は移動時間が長いから頑張ってね。今回も永瀬さんとトコトコはテント撤収の監督、二人はしばらくの間ここに残る。ずっと一緒だったから寂しいぼう。俺も寂しいぼう。でもまたすぐに会えるからね。うん。というわけで朝ごはん朝ごはん、今朝は昨夜のカレーライスとナスとオクラの煮浸し、またまたとっても美味しそう。ではいただきます。ごちそうさまでした。どうしたどうした？お？今日でついにさよならか。清掃したぜ。陽介が一番寂しいくせに。純子ちゃんが一番寂しいんじゃないかな。私も寂しいけど、おばちゃんには負けるかな。衣装を作っていただき本当にありがとうございます。すっごく似合ってた。はい、そう思います。私いろいろ迷っていたけど、もう一度ちゃんと服を作る勉強をしてプロになろうと思うんです。おお、すごいじゃない。あれ、衣装を作ってくれたのってお姉ちゃんだったの？そうよ、君が大人になったらあなたの服も作ってあげる。うん。あれ、出迎えてくれたんだ。あれ？え、渋谷さん、なんでこんなとこを歩いてんの？だって間違えて隣の駅で降りちゃったんだもん。先生、アメリカに引っ越したんじゃなかったの？なんで？私は研修に行っただけだよ。研修って引っ越しの意味じゃなかったの？否定はしないけどかなり違う。ジロー、お前また間違えただろ。陽介だって知らなかったくせに。あれ、最初に外国って言ったの誰だっけ？ひでこちゃん。え？おや、今日は何のお祭りだい？夏休みが終わるんだ、その盛大なお祭り。あれ、あんたは？お久しぶりです、山岡さん。パパのお友達なの？うん、若い頃すごくすごく世話になった人なんだ。あれ、夏もんっていうこと？結局今回の公演はどのくらいの成功度？まあざっとこんな感じでございます。これは大成功だな。お小遣い40万って。ラッキーさんとしてはどうなの？ここの場所代も前の場所代もどちらも払えてバンバン歳。私もとても嬉しいわ。ぜひまた来てくださいね。はい、ありがとうございます。じゃあそろそろお別れかな。本当にここからいなくなるの？そうよ、それがあなたの宿命よ。人生は旅のようだと言うけれど、あれは違う。旅こそが人生。ではテントの撤収をよろしくお願いしますね。任せときなって。大丈夫だぼう。しばしのお別れです。また会おうね。
あー、ラッパ山で見送りか。なるほどね。あの夏、山登りや木登りを極めた僕は、十数年後、少々名が知られた登山家になった。去年出版した本の表紙には、エベレスト登頂の際の写真が使われている。でも、いまだに夏の夜になると、天狗の山と、そこで荷上げを手伝う夏門の夢を見てしまう。はい、というところで夏本終了ですね。いや、このゲームを始めた当初はですね、このスローライフゲームというところで、まあいろんな冒険をして、まあ夏休みを楽しむっていうところで考えていたんですけれども、やっぱりあの色鉛筆がなくなったところ、あの白黒の絵日記になったと思うんですけど、あのタイミングから急にその別れっていうところの示唆が強くなり始めて、その後渋谷博士がいなくなるみたいな、そこら辺から、ああ、もうちょっとこの後進めたくないなとか、進めたらもう別れですからね。まあなので、やはりこの出会いと別れっていうところを結構強めに出したゲームだなと、という印象ですね。けど私の方はあれですね、なんか色鉛筆ぐらいから気づいたんで、もういいかなっていうところで、ストーリーはストーリーというか、住民と会話をして絵日記を増やしていくっていうところはあまりできてないんですけれども、なんかある一定の情報はなんか残したまま、引き継いだまま遊べるっていう形なので、なのでまあ一周目は、まあ今回の私のように結構冒険をメインにやって、で途中で気づいた私は2周目をのんびり、まあ基本的に住民との会話を多めにやっていくとか、まあそんな感じなんでしょうね、このゲームを。まあ基本的に1周では終わらせないみたいな、もう1周やってさらにもう夏門の楽しさを味わわせるし気づかせるみたいな、そういったゲーム性になってるんでしょうね。まあ、ほんとちょっと時間作ってもう一回ちょっとやってみたいなと思います。はい。というところでですね、まあギリギリなんとか夏休み中に、クリアできたというところですね。はい。というところで夏門はこれで終了にしたいと思います。ではまた別のゲームでお会いいたしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。